ございます。いやもう素晴らしい先制ゴールでしたが、あのゴールシーン振り返っていかがですか？そうですね、あんまヘディング得意じゃないんですけど、そうですね、まあ、岡庭からいいボールが来て、はい、まあ、頭に当てようかなって思ってたぐらいだったんですけど、うまく当たって、良かったです。いやあのちょうど私、あの時ボール裏で見てたんですけど、ボール来た瞬間、すごいニヤッと笑ってるのが印象的で、決めた後もすごい笑顔だったり、そういう思いがあったですね。そうですね。その中でのゴールということでしたけれども、はい、あのまたシーズン振り返っても、アシストランキングでトップに取り入れておりますが、ご自身のこのシーズンの活躍を振り返っていかがですか？そうですね、まあ、まだまだ課題っていうのはたくさん自分自身もあると思うんですけど、まあ、アシストランキングで、まあ、岡庭と刑事さんと並んじゃったんですけど、岡庭の外せばよかったなと思いまチームぐらいでの争いですからね、嬉しいところですけれども、またあの今シーズン、特にその田中ペレスですね、選手会長として、いろいろツイッターとかインスタグラムでも SNS の活動もかなり頑張られていると思うんですが、はい、あの田中選手から見るそのチームの雰囲気はいかがでしょうか？そうですね、まあ、練習の時からみんなが向上心を持って、まあ、一つの目標に向かって一緒にやれてるなっていうのはすごい感じるんで、まあ、それが結果として今日、まあ、リーグ優勝っていう形になって、はい、まあ、次もみんな一つ目標決まってると思うんで、まあ、そこに向かってまたみんなで一生懸命やっていきたいと思います。田中選手は今年栃木シティ2シーズン目ということで、昨シーズン悔しい思いもされての、やっと念願のこう地域チャンピオンズリーグだと思うんですけれども、改めてその意気込みをお願いします。そうです、もう本当 JFL 昇格しか、まあ、最初から見てないので、はい、まあ、全員それに向かって切磋琢磨しながら、みんなで一つになって盛り上げて昇格を目指していきたいと思います。では最後に一般サポーターにメッセージをお願いいたします。はい、リーグ優勝したんですけど、まだまだ JFL 昇格の目標は成し遂げてません。今後10月準備期間しっかりチームまとまって、その地決に向かって準備していきたいと思います。地決も一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。田中テレス選手でした。はい、では続きまして背番号23吉田敦史選手にお話を伺いたいと思います。まずは関東リーグ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。あのシーズン前半は途中出場の機会が多かったと思うんですが、はい、今日はスタメンで途中出場となりました、はい、試合振り返っていかがでしょうか？そうですね、シーズン最終節4-0、まあ、無失点で気持ちよく勝てて終われてよかったです。はい、その中でも今回の PK という形になるとは思うんですが、はい、しっかりゴールも決められて、はい、関東リーグの中でも得点ランキング1位そうですね、はい、ということで、ご自身のそのシーズンの活躍振り返っていかがですか？そうですね、まあ、前半は自分途中出場からっていうのが多かったんですけど、はい、まあ、残り3節ら辺からスタメンで出て、まあ、点取るのが自分の役目なんで、そこでしっかり結果出せて、まあ、得点をタイですけど、はい、まあ、それは自信になったと思います。はい、その気持ちの中で今度いよいよチャンピオンズリーグが始まりますが、はい、そこに向けての意気込みもぜひお願いします。そうですね、自分はフォワードなんで絶対試合出たら点を取ってチームに貢献できるように頑張りたいと思います。はい、では最後にファンサポーターにメッセージをお願いします。応援よろしくお願いします。吉田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。では続いて大島貴弘キャプテンにお話を伺いたいと思います。関東リーグまずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返っていかがですか？そうですね、もう始まる前、まあ、優位な状況にはいたんですけど、まあ、本当に勝たないと自分たちでまあ何も手にしなかったので、はい、まあ、しっかり勝って優勝と、まあ、チケットの切符を手に入れたのは良かったと思います。はい、その中でもシーズンを通してもその2点以上の失点もなかったかと思うんですが、はい、ディフェンダー陣 の活躍も光ったシーズンだったかと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか？本当にまあ先制点常に取っていたので、まあ、そういう部分かなり大きかったですね。気持ち的にもやっぱ先制点取ってくれると守りやすくもなりますし、はい、まあ、本当に失点、まあ、全体で守られてるなっていうのは本当にあります。はい、さあそしていよいよ地域シリーズチャンピオンズリーグが始まりますが、今どんなお気持ちですか？まあ、本当に通過点なんでここは、まあ、これからが本当の勝負だと思うんで、まあ、残り1ヶ月しっかりチームとして、まあ、本当に過密な日程になるんで、はい、間違いなく全員の力が必要になるんで、まあ、そこを全員で、まあ、チームの力を
もう一個レベルアップして臨みたいです。それでは最後にファン、サポーターに向けてメッセージをお願いいたします。まず リーグ戦目標であった優勝を成し遂げられました。本当に応援してくださってありがとうございます。まあ、僕たちの最大の目標である JFL 昇格に向けて、まあ、残りの時間しっかり準備して必ず昇格したいと思います。皆さんと一緒に上がりましょう。応援よろしくお願いします。大島キャプテンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは市の SHCS に話を伺いたいと思います。まずは関東リーグ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちいかがですか？まあね、これ1位になるかならないかがすごかったんで、はい、まあ、リーグ戦半分になってちょっと本当に難しい戦いもいくつかあったと思うんですけど、辛抱強く粘り強く戦ってくれたんで、はい、なんとか1位になれて、はい、けど、まあ、ここからだと思うんで、はいはい、まあ、今日はとりあえずある程度見えてたんで、はい、ですけど、まあ、次からはと思います、はいはい、その中でも今日4対0で、うん、最終戦に勝てたということもかなり大きいのではないかと思うんですが、そうですね、まあ、まだ終わるまでは 100% じゃなかったんですけど、うん、やっぱりこう、確実に勝つというか必ず勝てるということは試合ではないんで、うん、やっぱり先制点が、まあ、すごい大きな意味を持つと思ったんですけど、まあ本当にうまい具合で取れてね、前半 1-0 で、まあ、後半すぐは得点が入ったのでね、うん、まあ、楽になりましたけど、まあこれからどういう相手が出てくるか分かりませんけど、ちゃんとしっかり自分たちのできることであって、まあ、先制して追加点取れればと思ってますけど、はい、はい、その中でも木野さんはやはりプロ化の初年度から栃木市を見ていると思うんですが、はい、まあ、いろいろな経験がある中で、今シーズンの栃木市は、うん、篠坂さんってどんなチームですか？そうですね、まあ、やっぱり1年目よりかも2年目、まあ、2年目よりも3年目、まあ、特に今年は、まあ、いろんなものをこういい意味でそぎ落としてきているが現状なんで、はい、まあ、全体的には、まあ、レベルはだいぶ上がってきてるかなと思いますけど、やっぱりもう、集まった選手が、うん、しっかりトレーニングをして、まあ、成長もしてきてますし、まあ、今年はもう絶対取らなきゃいけないかなと、まあ、そういうふうに思ってますね。はい、それでは改めて約2年間のチャンピオンズリーグへの切符を使いましたので、はい、CL に向けての意気込みもお願いします。そうですね、まあ本当に地決第一ラウンド1位になる、これもまたすごい、まあ、大変なんですけど、はい、まあ、栃木でできることとか、まあ、本当に、まあ、今年のこの関東リーグの内容とか、まあ、いろんなことをやっぱりこう自分たちの方にこう回ってきてる気がするんで、でそれをこうしっかりつかめるように、ね、トレーニング、この1ヶ月ちょいありますけど、はい、うーん、怪我人もなくね、みんなでやっぱり心一つにして、しっかりトレーニングをして、臨みたいかなと。で必ず3日間で3試合なんで、はい、一つ一つ大事に戦って、まあ、決勝ラウンドにね、ちゃんと行けれるようにね、まあ、この大事ラウンドが、まあ、まずは本当に2番目の山なんでね、はい、まあ、けどみんな力を合わせれば必ず取れると思うんで頑張ります。はい、ありがとうございます。最後にファンサポーターにメッセージお願いします。はい、みんな力ついてきてるんで、これをみんなで力合わせてね、必ず取る、もう取る、本当に、それをやりたいと思いますので、また力貸してください。ありがとうございます。市の CS でした。ありがとうございました。それでは中村敦史監督にお話を伺いたいと思います。まずは関東リーグ優勝、本当におめでとうございます。ありがとうございます。今日最終戦4対0で勝ちました。試合内容を振り返っていかがでしょうか？もっと最後は点取れるような内容だったと思うんですけど、まあ、とりあえず4点取って0点で抑えてしっかり勝ったということは、まあ、非常に喜ばしいことですし、良かったです。はい、本当にその最後に勝てて終われたことはすごく良かったのかなと思うんですが、ただその試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、結構皆さんこう大喜びするってわけではなく、次をこう見ているような感じがありましたけれども、どんな気持ちですか？みんな真面目すぎるんですよね。おー、そうなんですね、はい、もっと喜んでいいのかなとで、しっかり喜んだ後に、はい、オフ明けに気持ちを切り替えて次に向かってっていう、このオンとオフじゃないですけど、はい、そういうところをもっとこう
出していいんじゃないかなと思います。いるという話もありましたけど、改めてこの2020シーズン振り返って、栃木シティ中村監督はどんなチームでしょうか。攻撃力はあるんですけど、守備はまだまだ改善の余地ありますし、まあ、もちろん攻撃もまだまだ点取れるようになると思うので、まあ、両方ブラッシュアップしてあと1ヶ月時間があるので、いいチームにもっとしていきたいなと思っています。はい、では改めまして地域 CA に向けての意気込みをお聞かせください。はい、次まであと1ヶ月あるんですが、はい、まあ、その間にいろいろとこう試したいことがありますし、うん、そういうことをやりながら、しっかりとしたチームをもう一回作っていく。で、その中であと6つしっかりと勝てるように、はい、準備して JBL に体を昇格できるようにしていきたいと思っています。はい、それでは最後にファンサポーターにメッセージをお願いいたします。関東リーグで応援してくれてありがとうございました。次は地域チャンピオンズリーグという全国の強豪ペアの大会が待ってますが、そこでもしっかり結果を残せるように、みんなであと1ヶ月いい準備をしていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。中村監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。